どうも、辰巳です。以前ね、牛角の食べ放題に行きまして、その時に帰りに、まあコメントが来てたんで、ファミリーマートに売っている大名軒の黒ラーメンをレビューお願いします。デヘベロ！カップラーメンを買おうと思ったんですけども、残念ながらそのタイミングちょっとね、ファミリーマートにカップラーメンがなかったんですね。でも今回ちょっとあったので、結構ね、そのコメントも来てたので、今日は食べてみたいと思います。こちらでございます。大名軒のオムクロラーメン。はい、というわけであのおさん風、いやてか若本さん風に言わせていただきました。あ、これもコメントが来てたんでね。はい、というわけで今日はね、これを食べていきたいと思います。なんかね、バターの香り、バターの風味と、まあその醤油ラーメンって書いてありますから、しかもオムでしょ、で卵が入っていると、これ美味しそうな雰囲気しかしないんで、今回これをね、早速食べていきたいと思います。中はどんな感じかな。あ、中やっぱ卵入ってて、どうや、え、これ何、胡椒か、なんかただのタレなのか、うん、なんか黒いつぶつぶが見えるように思います。仕上げの小袋っていう、直前に入れんのね。じゃあひとまず3分待ってみよう。はい、できた、オープン。なんかすっげー美味しそうじゃない。やっぱこの卵ね、膨らんで、なんか本当にオムレツですか、これオムライスみたいにラーメンがコーティングされてるっていう感じですね。ほんで仕上げの油、あ、すっげえ、これバターの匂いする、すっげえいい香り。あ、こういう感じなのね。まあでも普通のカップラーメンだね、ここはね。割と丸めの麺ですか。で、あ、でもやっぱスープ黒いね。スープ黒くて、で卵が入って、でバターの香り、確かにこれはオムクロラーメンで間違いない気がします。結構バター香りますね。スープは普通の醤油ラーメンで、それにバターが入っているっていう感じなんだ。これでも確かに変な感じ。だいたい味噌ラーメンにバターが入っているっていうパターンとかはありますけども、醤油にバターが入っているっていうパターンですね。うん、確かに香ばしい感じにはなってるね。これ好きな人結構ハマりますね。このバターの香りっていうのがやっぱ非常にいいアクセント。卵ね、結構ね、柔らかくて美味しいよ。ただその卵のインパクトっていうのはあんまりなくって、ほとんど、醤油ラーメンとバターのインパクト。これでも表面にバターが乗ってるから、ちゃんと混ぜないと行き渡らなくって、なんか食べていくうちにだんだんバターが減っていくっていう、ちょっと私軽いミスをしてしまいましたね。ただこれはうまいよ。てかもう皆さん結構これ食ったのかな。まあちょっと前に出てるみたいなんで、食べてる方もたくさんいると思うんですけども、これね、いいわ。うん、やっぱりちょっと濃いめの醤油の香りとバター、醤油バターっていうのもそもそも合うからね。うん、やっぱスープ結構ハマりますね。これ味は濃くって、でこれ胡椒もやっぱ効いてます。あの黒いつぶつぶっていうのはやっぱり胡椒だったのかもしれませんね。でまあこの黒醤油ラーメンにしたっていうね、オムライスを作ってる、まあ大名軒とかなわけじゃないですか。これなんでスープを黒にする必要があったのかって、別に普通の醤油ラーメンでいいんじゃないかって思いますよね。わ、こういうことね。なるほど、やっぱり店主っていうか、まあオーナーの肌が黒いと、肌が黒いからこのスープの色も黒くしたって、要はこのスープの色はガングロの色ってことね。そうやって思って食べるとなんかやだ。ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価のボタンを押してください。 Twitter、Facebook もやってるので